皆様こんにちは。本日はフォーカス M サードシーズン5回戦6回戦の模様をお届けいたします。実況を務めます楠原優です。よろしくお願いいたします。そして解説は一つ井真也が務めます。一つ井プロよろしくお願いします。よろしくお願いします。フォーカス M は M リーグに照準を合わせ切磋琢磨するプロ雀士とこの企画に賛同した特別参戦の選手による真剣勝負のリーグ戦となっています。それでは本日の参戦選手をご紹介してまいりましょう。まずはこの方です。こちらが本日までの成績 51.1 ポイント、森下が本日2日目の参戦となります。藤崎、今野、藤島の3名は本日が初参戦。はい、はい、それでは対局の準備ができたようです。フォーカス M サードシーズン5回戦投杯の開始です。お願いします。対局が開始となりました。ちーちゃに森下、なんちゃに今野、しゃーちゃに藤島、そしてペーちゃに藤崎の並びで対局がスタートとなりました。まずちーちゃの森下、想像の形がかなり良さそうには見えますが、こちら第1打は9万からドラがパーソーとなっています。フォーカス M は一発裏ドラ赤ドラありの M リーグルール、80分プラス1局の時間打ち切りの対局で、ハイパイは自動ハイパイなんですよね。はい、はい、それが連盟チャンネル普段の対局とは違うところとなっています。さあ5回戦各社の手配、こちらはなんちゃの今野、こちらはまあまあの手形といったところでしょうか。統一もある形、そして初難が統一、藤島は本一なども見える形。さあ4名のハイパイぐるっと見てどうでしょう、一つ井さん。まあそうですね、森下さんの手がいいんで、はい、まあそのまま、まあこの前もトップで終わってるんで、はい、そのまま好調を維持して今日スタートからこの手はものにしていきたいと思ってると思うんですが、っていう間にインシャンテンです、はい、思ってるという間に、これは藤島さんがかわせるかどうかですね。はい、初頑固ウーソーとかそういうなんか仕掛けていけるのかとかですね、はい、両冠の形が残っています。テンパりました。はい、ここは闇手に構えて関数ピンは単ヤオドライチのテンパイ、また手代わりなどを見て闇手に構えました。藤崎はどうだ、ここは両層選択、ソーズの形を決めて、こちらもいいシャンテン、ね、あもう大きくいきましたね。はい、一気通貫なども見て、こちらソーズの横の秒を見ました。ドラがパーソーなんでさすがに3色はないかと思いますが、はい、さあどうだ、藤崎さんが間に合うかどうかですね。はい、そしてテンパイ外して再びテンパイは、こちら後継の役割リーチといきます。6球走待ちで先手は森下のリーチ、リーチピンフドラ1高めで単ヤオもつく形、3ピンこれは現物、さあ追いつくのは誰か、この6スーピンでしたねそうですね、関数ピンが先につま上がりとありましたが、まあでもどうですか、リャンソーを引いてきたところで、まあ、スイッチするかの選択でしたが、そうですね、はい、ただ他の3社あのはいっていう間に詰まりました、はい、実もピンフドライチ裏が乗りました。4000オールの上がり、まあ、どちらでも上がりは、6000オールですね、はい、大変失礼いたしました。どちらでも上がりはあったかなと、ただ高い方にしっかりと上がりを決めた森下、親番連チャンとなります。6000ホール嬉しい羽根マンのつま上がり、さあこうこう、これがハイパイ、あれちょっと宅内の展望ですかね、はい、展望あの初めの持ちの展望が多かったですね。さあこちら森下親番のハイパイです。赤赤は嬉しい、なんちゃの今野、こちらはちょっと苦しいか、統一になった両層、そしてソーズで一メンツができました。藤島はドラのターツもありますね。そして藤崎マンズで一メンツ、これは上の3色なども見える形、さあさらにメンツができた、やはり森下が一番、そうですね、はい、まあ、でも今野さんの手とかも面白いとは思うんですが、はい、M リーグルールだとやっぱりどうしてもこの横伸びと、はい、ドラがある方がリーチと赤ドラとかなり打点が上がるような条件もかなり多いですよね、公式ルールの対局と比較して、
さあ6戦オールのつま狩りを決めた森下の親番が連チャン。ここは3層を引いてシャート入れ替えていく、目いっぱいに構えていきます。藤島はどうだ。こちらもメンツは1つ。藤崎ここは9ピン3色を意識ですね、はい、7、8、9の3色も意識しての選択。さあまだ赤灰森下のところに2枚ある。ウーソーが赤ウーソーが山の中です。決めていきましたね。はい、形決めましたね。6、8、9の形から先に6を切って藤崎、まあ、打点も見える、その分スリムにというところでしょうか。そうですね、はい、ただまあ公式ルールだとその一手なんですけど、はい、この M リーグルールだとやっぱり今のパーピンとかの縦重なりとかでも価値はあるんで、あ、はい、これはいい。あ、はい、カンチーピン引き入れてテンパイが入りました。今度はリャンソーとウーマンのシャンポン待ちはタイヤを、ここは闇手に構えます。さらにここドラが来てドラ赤赤となったのは親の森下。手が進んできた、チーピンを重ねた。そして藤崎もいいシャンテンになってるんですよね。そうですね、はい、チーピンを引き入れて一気に形が引き締まりました。2ピン4枚目は暗冠していきます。カンドラがあるルール、リン・シャンハイから引いてきたのは白。ここでリーチはリャンソーとウーアンのシャンポン待ちのタンヤを赤。ここでのリーチはやはり打点向上が大きな理由ですか。そうですね、もうカンするんならリーチですね、はい。まあ、ターチャーの攻め返しがあることもあってというところですかね。そうですね、はい、ただまあターチャーもじゃあカンするまでリーチじゃなかったっていうことは、はい、多少形が悪いか、打点が安いかどっちかっていう理由で、はい、公式ルールだと踏み切れない理由があったって考えられるんですけど、このルールでカンされてリーチって言われたらそれだけでもう、はい、あそこに裏ドラが2種類あるんで、カンドラとカンウラドラと一気に2枚増えましたからね、はい、なんでそう思っても踏み込みにくいっていうのが、はい、このルールですね。いけないですね。そうですね、ちょここは藤崎一歩後退、森下はどうする。さらに3枚目の数ピンを引いてきた。ここはピンズの形を、はい、先に決めての選択となりました。選択は3ピン切り。ただ、まあ、9番、まあ、G1 かパー1どちらか入ったらいくんじゃないですかね。これ、はい、さあどうだ。そしてリャンソーとウーマンのシャンポン待ち、ウーマンは森下に統一、リャンソーは藤崎の手に1枚、山には1枚残り。こちら藤崎は一歩後退している。森下2歩ぐらい後退しました。そうですね、もうちょっとあの切り出す無筋が多くなっちゃいましたか。そうです、ね、あ、そしてつま上がり今のこれは山に残り1枚、おっと裏ドラがなし、ありません。ただリーチつもタンヤを赤で2004000は2100、4100のつま上がり、これは嬉しい満願のつま上がり。そして今の親番を迎えます。さあ親のハイパイもかなり手が立ちが良さそうに見えました。ソーズで一メンツ、そしてなんちゃ藤島、ここはバカゼのトンが統一です。シャーチャの藤島、あ、シャーチャの藤崎、ごめんなさい、藤島が2人いましたね。そしてペーチャの森下は何が統一、ピンズの形が良さそうです。ドラは数万、まあ、親がいいですね、はい、全局満願のつも上がりを決めた今野。でさらにこのルールなんで開幕6戦オール決めた森下さんでも全然安泰じゃないので、はい、実際に M リーグでもそういう展開ありましたよね。ありますね、全然6戦オールが安心できないんですよね、はい、公式ルールで6戦オールって言ったらもうちょっとこのハンチャンもらったかなと思うんですけど。そのあたりもまたその受け攻めがだいぶ違うところではありますよね。そうですね、ただ森下さん自体がこの6戦オールとか1回であの満足するような打ち手じゃないんで、はい、守りには入らず、はい、攻めていくところも見たい。さあ
その森下の手牌、ここで9万の統一落としを選択、本一などもちょっと見てのべ残しですか。重なった時は行きそうですね。はい、ペーチャの森下、さらにピンズを引いてきた。手牌が伸びてくる。しかしこちら親のコンノも悪くないぞ。さあこれで選択は、はい、相塚というところでしたが、ま、3万はつむぎり。白、これで勘違い層も外していきました。親のコンノがいいシャンテン。さあこちらもいいシャンテンとなりました。藤崎、ここで仕掛けを入れての天牌は官老層、親のコンノに先行天牌が入っています。ここは仕掛けて天牌取っていきましたね。そうですね、まあ、あんまりサマギリのところからワンズが多少ネックになると思ってたんで、はい、そのネックを先に解消してソース待ち。この老層が手残りしているのは森下です。ここで初のポン、藤崎にも天牌が入る一数字マン待ちは薬杯ドライチ重なりましたね、はい、これで論争が出づらい形 となると E 数値1強いですかね、はい、これは三面ちゃんの天牌藤崎が有利か。親の今度の仕掛け、ここであっさりとつも上がり、初ドライチ500銭の上がり。まあ、自身に赤やドラが少ない時は、まあ、さっと上がって相手の、ね、はい、本手に対抗していきたいところ。さあトン三局、親番は藤島に変わりました。ドラは三層、あら今回も親の手配が、そうですね、はい、かなり整っているように見えました。しかし藤崎も悪くない、あれ森下も悪くない、赤も一枚ある形、うん、そして面白いですね、はい、今度がペーシャート統一、本一にもなども見える手配、想像が多い形。この局はぶつかりそうですね、はい、各社攻め形になりそうなような手に見えますか。さあさらに難が統一、言いそう、はい、これは、まあ、統一系の手になるか、はい、横に伸びたら E1 落とすし、縦に重なったんだったら、はい、まあ、ちゃんとも天秤にかけれるんで、あの統一系の手を残してでしょ、はい、さあここで急走重なって、ただドラが、あでも来ましたね、はい、数層も切りました。これはチートイツもかなり強く見てのチートイツにはしたくないですけど、はい、しぶしぶおたかぜのシャアが1枚切れですが、どうしていきますかね。そうですね、でも仕掛けてもあのいわゆる翻弄トイトイは値段的にちょっと損してる気分になる、はい、損してる気分に、はい、なるので、どうするか、どうするか、選択気になるところ。さらに引いてきたなと、ここでイーマンの統一落とし、ますか、ね、はい、本一へと方向を決めた感じですね。翻弄チートイにするのかどうかって、翻弄チートイも、はい、ちょっとあのリーチかけないと悲しい点数になる。6400点は手の大変さの割には安いかなと、はい、そうですね、このエムリーグルールで特に翻弄チートイで6400点って言って、はい、なんか損した気分になります。損した気分あのマンガン跳ねマンガをやっぱりルールにはなりますから、打点としてはちょっと安いかなと。あ、ここで老層重なった、これで面本チートイツもいいシャンテン。こうなるとシャアは何も仕掛けないですね。はい、ここは仕掛けは入れませんでした。初トンチーソンのいいシャンテン、注目今野の手配、そして親の藤島もこちらの手形。ここはチーピーもつもぎっていく。そして今回赤の手配は藤崎です。こちらカンちゃんがまだちょっとネックとなっているでしょうか。さあ親の藤島テンパ入れることができるか。さあこのシャアは手の内に残していきました。この数層を仕掛けたのは藤崎、これでイーシャンテンとなりました。ここは役が確定していないところでしたが、はい、ウッパーマンのリーチ、森下引き入れたリャンワンでリーチを宣言。待ちはウッパーマンです。リーチピンファカ。さあここでシャアが打ち出された。さあ天牌6球層待ちは老層で上がれる形、1枚だけいますね、はい、こ
この今野の手に統一です。本一地統一戦線っていうのは、はい、こちらは初を選択、両方いたんですけど、これ難しいですね。はい、イーシャンテンです。サワンゲ現物なんで親の藤島三万を切っての選択となりました。さあここで上がったのは森下、藤崎からのウーマンでの上がり、リーチピンフ赤裏が乗って8000点の上がりとなりました。アローソーが山には1枚あった。さあ森下が満願の出上がりで6000オールの貯金をさらに増やしてドン4局となりました。親番は藤崎です。さあ親番は藤崎ですね。ドラはパーソーです。こちらが藤崎の手牌、チューンを重ねたのはなんちゃの森下。イーシャンテンですかね。はい、関山荘と関老湾のイーシャンテン、かなりハイパイ整っています。親も悪くないんで、はい、どこまで行けるかですね。前局藤崎は老荘のみ上がれる天牌でしたが、まあ、ウーパーワンしっかりと攻め抜いての宝珠と、はい、はい、なりましたね。数万も重ねた。こちらは森下イーシャンテン、どうしますかね。これチューンのポンテン取るのか取らないのか、はい、ポンしてペン三層の形ですが、どうですか。あ、これでこれ取りますね。はい、仕掛けた後の形も十分系といいですね、悩まないですね。はい、先にチューン打たれるとちょっとどうしようかなっていうところになっちゃう。いいタイミングでチューン出ましたね、はい、ここでチューンのポンを入れて森下の天牌は69万待ちです。近藤さんが、そうですね、マンズが689の形ですもんね。その前に、はい、藤島から打ち出されたチューン、もう森下が連続しての上がりを決めました。1000点の上がり、これで早い展開。5回戦は難入となります。親番は今上がった森下です。早いですね、はい、かなり早い展開となっています。さあ今期から初参戦の森下、はい、そうですね、リーパイもかなり速いスピードだ。ドラワペイリーパイのスピードかなり速いように見えました。この端牌が多い形となっています。そして藤島マンズの形は良さそう。そして藤崎赤が1枚ある形、ドラのペイも1枚。ハイパイが自動で上がってくるシステムですと、なんかすごく早く次の局に行ってるような、そうですね、はい、そのもちろんこの画面を通して見てるからというところもありますが、実際どうですか、対局場に座っていても早く感じますか。座ってて、まあでもリズムはちょっとつられてやっぱりちょっと早くなりつられてそうですよね。そのなんか局と局の合間がちょっと短くなっているような、そうですね、はい、そんな感じはしますよね。藤島さんがイーシャンテンですね。はい、両面両面のイーシャンテン。そしてこのパーソーは切っていく。そしてダブナンが統一になっています。この藤島これで合計、森下はどうだ。こちらもイーシャンテン追いついてきました。さあこれでピンフの天牌、ピンクじゃないですね、シャンポンの天牌ですね、ごめんなさい、チーピンと両層のシャンポン待ちの天牌、変化もある形、どっちかを払おうと思うんですけど、先に選択したのは糖質のチーピンの方、スーピンの方引いてだったら両層を切って3色の手代わりも待ってとかあったんですけど、はい、まあE ピンの方を引いたんで、じゃあどっちが単純にいいかということで T ピンの方を選択、はい、横伸びが多い方を1枚外してと、赤ウソをつもぎり藤崎、こちらも形はかなり決まっているか、自家製のペイが統一はドラドラ。さあここでの選択、森下はローピン切りとします。先に引きたかった数ピンと、そうですね、はい、いうところですが、イーシャンテンの藤島、
森下はどうだ、天敗が入らない。今度はダブナン統一。さあ、さらにくっつきの選択となりますが、この老僧はつむぎり。赤ウソに続けて想像が出てきたので、想像にくっつくと上がり強いんじゃないかなっていう感じです。はい、さあさらに選択ですが、この小僧もつむぎりとします。これも森下。はい、あ、ドラガンコになりました。これでイーシャンテンペイチャの藤崎なりましたが、横の方が実は嬉しかった。あ、そうですね、あの最終形の最終形問題ですね。そうですね、まだちょっと最終形に不安がある。スーアンとウーアンのシャンポン待ちのネック。さあこれで今だイーシャンテン、これは切り順といいますか、イーマンから聞くか9点からいくか。藤島も天敗が入りました。これで両腕待ちはピンフの天敗、立て続けに今切られた直後だった。はい、ここはそのこともあって、ここで3色見ると、はい、両腕も切られてるからいきそうですね。となると、でただ赤右腕が見えてないんで、先に三蔵っていう、あ、そうです、自身でアンコにする可能性も、そうですね、考えて。だがここはローマンつもぎり、これで感じ取りましたね。はい、これで宝珠も回避しましたね、はい、しましたね。すごいですね、想像のでも下がよく見えてるんですかね。はい、マンズの形先に決めた、ウーアンが出ない形になるか。ここで、はい、リーチときました。親の森下イースーソー待ちでのリーチ、3色でテンパってると思ってしまいそうですが、はい、それだと報じしてたってやつですね。はい、実はリャンワン町の天敗が藤島に入っています。イースー層実際いいですね、本当に。はい、いいっすか。イースー層町、これはいい上がりとなるか。そして藤崎にも数万と上のシャンポ町9万の地位が入っています。これ数万1枚います。はい、9万の地位はでもかなり目立って見えますか。いや、もう絶対絶対ドラアンコです。そして上がりとなった藤島の宝珠、上がったのは森下リーチ単葉ピンフイーペーコー。さらに加点していきます。なんと5回戦も森下劇場となるのか。藤島も先行天敗入っていましたが、ここは宝珠となってしまいました。森下親番レンちゃん、ドラワウーピン、想像が多い形に見えます。さあ引いてきたのは3枚になったパーマン、ドラのウーピンは1枚、持ち手はもう6万点も間近と、ね、はい、綺麗にタイミングが噛み合っちゃいました。まあ、ただやっぱりあのローアン切りがファインプレーでしたね。はい、あれで本来報酬してた人から、そうですね、藤島からしてみれば、そうですね、ウーマン切ってくれたら1000点の上がりだったよと。しかもここまで上がりなく結構点数削られてたんで、はい、まあ、ここをちょっとまあ一回このトップ目の親は流してっていう形で、ちょっとやっぱり前に上がりたかったですね、先手で。はい、さあその親番レンちゃん、これでマンズで両面ができた。今度はどうだ、まだちょっと手が立ち苦しいでしょうか。そしてここで赤ドラのウーピンを引いてきたのは藤島です。急にやる気が出ますね。はい、いきなりあの手の点数がアップした印象ですよね。1枚でギャンガンアップ、素晴らしいですよね。はい、もう絶対切らないで手作りたくなっちゃいますよね。公式ルールの3色と同じですからねあれそうですね、はい、2役アップと、それはいきなり行く気になる。そして、はい、こちらドラドラになりました。森下藤島、これでペンチーピン先に引いた。ドラを絶対使い切りだと、はい、使い切りたい形。そして面白いのが藤崎、トーンアンコペイ統一でナンシャーが1枚ずつ手の内に残されています。ナンアバに2枚切れ、ペイ茶なんですけど、ペイ行きますかね。はい、ただ親の神茶なんで脅しだけだと、あ、シャーが先に重なった。ドラがネックにならないようにっていうのもあります。はい、そうですね、ここはカンウーピンのターツ外していく。実はウーピンは山にもう残り1枚だったんですよね。そして、数えておきたいのは何の枚数ですかね。はい、2枚切れですか。2枚切れ、はい、まだ一応自身で引いてくる可能性もある。
さあ藤崎、大物手なるか重なったのはローマン。スワンコでもいいですけどね。すごい贅沢な。ああ、シャー、これは2枚目のシャー打たれて。これはどうしますかね。なお2枚切れ。ドイツのイーピンか。イーピンいった。イーピンも1枚切れの牌でしたか。さあペーも来た。ペー持ち出されるか。でもペーなくとイーピンイーピンと。ペーは覚悟の上なんでしょうが。はい、これで親となります、ね、はい。イーピンの統一落としも見える。シャーペーと仕掛けているのはペーチャナ藤崎です。スーピンローピンの後にイーピンイーピンなんでドラは行きやすいですね。はい、ウーピンのドラ外し、トンはいけない、はい、トンはあんこの牌ですが、もうこの仕掛けにフーローが見えています。ローマン、ローマン、これも仕掛けられる牌ですが、切れる牌が分かんないですもんね、はい、早くワンズ引いてしまいたいですよね。形を決めておきたい。ここで白のポンを入れた、はい、これは場合によってはトンも打ち出していくか、前かペイがここに来た。ペイはもう仕掛けてある牌でしたね、はい、失礼しました。いいそう、これは親の森下つもりで。スッチソーが入ったら森下さんちょっとリーチ行きたい。あ、でもこれ、はい、トーン行く形になりそうですね。スーワンとローワンどっちでも大丈夫ですよと思ってた。はい、ペーが打ち出された。親の藤崎はいいシャン、ね、ペーちゃんの藤崎はいいシャンテン。さあ親の森下もうなんか恥敗はい、何でも怖いですよね。一品が1枚切れよりいい牌、はい、で自身でパーマン3枚持っているが9アンはションパイと、はい、ところも気になりますが、先に想像の形を決める選択を取りました。このここで数万、統一の数万に手を合わせてしまうと、あ、本当だ、藤崎が地位できる数万。まあでも地位は考えないから合わせますよねこれ、はい、しかしここはパーピンの選択。ああ、これはテンパイが入ってしまった。そうそう、ウーアンとローマンのシャンポン待ちのテンパイは本一トイトイ、高いですからねこれでも、はい、ただ見たかったですね。そうですね、チーワンチーしてた、ね、先にスチーマンが入った形は見たかったところではありますが、先にテンパイが入ってしまいました。ウーアンとローマンのシャンポン待ち、よく降りましたね。でもちゃんと、はい、結果まあ役満のテンパイは入らずとなりました。藤崎しかし羽満のテンパイです。さあこちらもテンパイ入れた。このまま白とカンパースを仕掛けています。本一のテンパイでしたがここは取りませんでした。ああ、この3層先輩を取っていればという牌でしたが、もう最後に出てきた手出しの難がちょっと怖すぎるか、はい、というところですよね。今野さんが何ということは、はい、森下さんがテンパってないから、はい、これはまあ止まってそうですね。チー、はい、を入れた。チーソーをチーして親の森下一数万のテンパイが入りました。形式テンパイ、ここで数万打ち出してリーチといきました。ウッパーマン追いついたのは藤島です。リーチドラドラ、これはチーマンをつもぎりの選択とします。やはり見えていない Q1 が気持ち悪いですか。さあ藤崎の町はウーマンとローマンのシャンポン町。森下このイーマンチーも考えているか、自身は形式テンパイ、チーマンは前順に自身が切っています。これ両方まだ山、はい、2枚ずつぐらいいるんですかね。どちらも、あ、ローマンがここに来た。あとはウーマンだ。ウーマン、おー、角上がりとなりました。本一ペートイトイ赤3,000-6,000は3,100-6,100の積も上がり、役満の上がりはなりませんでしたが、ね、また点十分と羽満の上がりとなりました。これは藤島の、はい、数万切らずの選択もかなり光った一局となりましたか。さあこれで親番が変わります。今野の親番ドラはいいそうです。
藤島赤仏草が1枚ある自身は軟茶の手配です。さあそしてシャー茶の藤崎はピンズが多い形、シャーが統一、森下赤ウーピンが1枚、ドラのイーソンも手の内に1枚ありました。数層重ねた。そして藤島パワーマン、これでマンズで両面ができたところ、これはもうちょっと箱下に行ってしまった藤島、この手配も勝負していきたいところですよね。そうですね、はい、ただまだ親番あればなんとか、はい、まだ何2曲とですが、ですが、でもやっぱりこの手配でも7、8、9とか意識してしまいますよね。はい、ソーズで7、8、9、そしてマンズで7、8と持っています。森下は地風のペイが統一になったとなると、このパーピンまだ手の内には残していきます。でもドラ切り出してったんですね、ちょっとなんか、あ、言いそうですね、はい、やのやる気を見せて、はい、この曲上がりを取りに行ってますね、はい、森下も言いそうを切っていきました。ただ今野さんが多分一番手になりそうなんで、はい、形も十分ないイーシャンテン、ちゃんと見て、はい、ですね、ここはローピン切りの選択とします。藤崎は自家製のシャーガン子ウーピン、はい、悩ましいですね。そうですね、これは数層の選択としました。両腕は紡ぎていきます。さあこの森下さんももういいシャンテンですね、はい、ドラを切れ出した藤島さんが実は一番辛い、はい、まだちょっとネックとなる形が残っています。このローマンも紡ぎってゆく森下、親の紺野は十分系。さあこれで徐々に形が整ってきた軟茶の藤島です。重ねたのは三層、これでイーシャンテンとなったのは藤崎です。ここは先にロウソウギリの選択としました。森下さんもリーチかけたくないんで多分ペイはポンかけると思うんですが、はい、そうなった時に今野さんと戦えるかどうかですね。はい、やはりその自身の手形と相手の押し返しを考えて、まあリーチ行きづらいかなというところですか。そうですね、本来公式ルールだったら、はい、この場合序盤にドラも2枚切れてて、はい、比較的こちらの手配、まあ仕掛けて曲回しに行きやすいんですが、はい、実際このルールでじゃあドラがな切ったところからリーチって言われても、それはそれで打点がドラを切ってる人が安いわけではないというところですよね。そうですね、はい、今野に天牌が入っていました。ピンフの上がり補充したのは藤崎、上がったのは今野、親番連チャンとなります。ドラは9万。あ、これチャンスですかね、はい、あ、違う、近野さんじゃなかったですなんちゃの藤島、こちらの手配、でもこれもいいですね、はい、2面です。そうですね、ドラの9万、ここですか、ね、はい、藤崎ですね、シャーチャの藤崎、かなり十分系と、あ、みんないいですね、はい、この曲もまた近野さんの連チャンが何を仕掛けて間に合うか、はい、ぶつかり合いとなるか。さあチューン、これは紡ぎり、森下も悪くない、自身はトップ目、引いてきた白も紡ぎっていきます。親の今野がまあ手形としてはちょっと一番劣る形というように見えますか。さあこれでピンズ2メンツイーシャンテン、誰もドラを持ってないので、はい、ドラの9万がどこに行くのか。トンも重ねた、これで薬牌が2つ統一、ドラがここに来ました。一旦の天牌は数万短期、薬はありません、藤崎です。さらに森下も十分系、何を引いてきた、これは難しいまあこれも来る順番と、3万短期に町を変えました。藤崎の手配、どのような手代わりが嬉しいですか。そうですね、まあ一番嬉しいのは9万でしょうけどね、はい、ドラ引きのピンフドラドラ、9万か赤ウーピンでお願いします。赤ウーピンで、はい、さあ仕掛けましたね、はい、3万のポンを入れて天牌は森下貫数層、
単野を赤が1枚自家製のトンをあんこにした親しかし3ピンツもいられる。おさんはもうこれ何でもいくでしょうね。はい、さあドラの9番も通った。逆にの、はい、でも先にまあピンズを処理してドラの9枚1枚残していきました。これで変化はどうしましょう。一応赤ウーピンツモがあるので、はい、リーチっていう人も多いんじゃないですかね。なるほど。しかしここで先に上がったのは森下です。仕掛けてタイヤン赤2000は2300点の上がり。今度からの上がりで親番を終わらせます。そして迎えた親番は南三局藤島です。ドラはスーピン。一応あでも難しいですね。第一打は、はい、第一打トンからの選択としました。藤崎さんも遅い。藤崎そうですね。森下さんも、うん、早くはない。マンズで一メンツと、そして今野もまあマンズで一メンツ、まあ、チャンスですね、はい、チャンスチャンス、チャンス手に全然見えないですけど、はい、チャンスですね。しかしまあターチャのスピードを考えるとまだまだ親の藤島連ちゃんの可能性も十分。さあ役牌の初が統一となっている。この後のつもによっては十分勝負手となりうる形。この自分が離された4着でさらに2着3着が競っててってなると全員上がりに来るんで、はい、かなりきついですもん。はい、ダーチャがどのように来るかによっても親番変わってきそうです。藤崎はただ、はい、そうですね、キューピンとペイがもうないんですね。切り出されないとキューピンが、はい、統一の、はい、こちらですね。はい、スーマも切っていった。ただそうですね、どっちかほぐすような。ウーソーの横くっついた時や三蔵入った時、はい、あ初があんこになった。初があんこになると逆に三蔵先に引かないとポン材残してしまいそうですね、はい、その選択で決まりそうです。ペイの2枚切れは自身から見えている。さあ今度ここで引いてきたナイピン、これはつもぎり。自島はちょっとペイとキューピンがネックとなってしまっているが初があんこになっている。森下はどうだ。カンリャンピン引き入れた。これでターズの選択はカンパッソを外し、シャーチャなんですねこれ。あ、シャーのポンも効く形。ポンするとカンスーピン待ち。そのシャーがもう近藤さんのところにあると。はい、一手進んだら打ち出されてもおかしくないか。さあここで打たれたシャーをポンして、再び森下テンパイを入れます。シャーをポンしたカンスーピン待ち。赤ピンを引いてローピンにくっついた。こちらも勝負系となってきた。そしてピンズの本一となっています。こちらの藤崎、この赤ピン泣かせた後にこの赤ピン入ったらちょっとしてやったりと思います、はい、そうですね、嬉しい赤ピンのツモでした。ここで引いてきたのはローピン、これもツモ切っていく。ただこれこの関数ピン4枚山ですかね。ドラなんですけど、はい、ドラ待ちですよね。全部山ですね、はい、ドラのカンちゃん待ちがまさかの全山。森下が引いてくれば素直に上がりの牌。そうですね、このハンちゃん何回目の上がりになるのかという感じですが、はい、上がり倒しての展開となっています。それを止めて連チャンしたい藤島ではありますが、この形が続いているドラがここに来た。ここでペイの統一落としを選択しました。これでペン三層サブローマンのイーシャンテン。三蔵も山にあるんで、はい、これは統一落としの選択。まだ上がりが残っているスーピ ン、これは当たり牌でもありますが、急遽三蔵出ないでくれって変わりましたね、はい、そうですね。森下のテンパイはシャーをポンしての関数ピンです。近藤さんじれますね、テンパらない、はい、あここでテンパイが入ってしまった。これは上がり牌。森下がシャードラ12000点の上がり。藤島もかなり手が進んでからの報酬となってしまいました。これで5回戦は9、4局を迎えます。オーラス親番は藤崎です。8の統一が2つ見えるか。ドラは吐く。第一つものツーマンでツーマンも統一になりました。と
ということは4統一、チー統一連射というんですかね。はい。親の藤崎は現在22,700点持ちと微差の2着目となっています。トップ目は森下57,600点持ち、虎は白ですが誰の手にもありません。藤崎さんはまあこの手は前にかなり出るとは思いますが、はい、この今野さんとか森下さんが仕掛けた場合とか、はい、この単純に曲流しに生きてるのかドラの迫があるのかとかすごく分かりにくいんで、はい、そのあたりもちょっと相手との距離感を見ながらと。まあただそこの判断読みがずば抜けてるのがやっぱりこの中で藤崎さんだと思うんで、はい、見どころですよね。また3万これでさらにマンズで2メンツできて、これでメンツでいいシャンテンとなりました。マンズで1メンツできました森下。そして上がれば2着に着順がアップする今野はピンズで2面、ここは感知層のターツを外していきます。マンズが横伸び、さあスーソは手の内に残していく。二差しの3色などの手がありますかね。はい、ソーズのツモによってはパーピンパーソーどちらかの統一を外す選択と、はい、ところですか。ああこれですね。はい、さあこれで3色見える形となりました。イーシャンテンの藤崎はリャンウピーリャンウソー。おおこれはどうします。闇天辛いですね。はい、リャンウソー待ちは闇天に構えました。一発裏ドラ赤ドラのあるルールですが、親の藤崎の選択、はい、藤島さんがでもそうですね、藤島の3色でいい射程になってますね。はい、こちらも勝負手となっている。ただ関数ピンの数は数えないようにしましょう。はい、そうですね、ちょっとさっき3枚あるのが1人の人に見えちゃいましたが、はい、そして藤崎は2差しの3色ですからね。リャンソー待ち、リャンソー姉妹、はい、嘘でもこれもダマもあれですね、赤ウーソーとかもあるんで、はい、なんかどちらでも満貫になるような。はい、リャンピンウッパーピンで今野さんもテンパイですね。はい、シャーチャの今野ウッパーピンのテンパイは上がれば2着浮上の手。さあとなると今野もリャンウソーは止まらない。さあ怖い怖い、この白とチュン手のうちに1枚ずつ、そしてリャンソの天敗闇天を貫く藤崎、非常にプレイヤーの個性が出ているといいますか、まあ、さあこれはパーマンと馬が入っていく、ね、はい、こちらも3色ウーピン、こちら3色に手が合ってすぐの上がりとなりました。ピンフ3色は3900点の上がりで上がって今の2着浮上です。5回戦が終了となりました。5回戦はトップから森下、2着に今の、3着に藤崎はちょっと膨れているか、そして4着に藤島の並びで終了となります。そうですね、はい、じゃあまあリーチで押さえつけた方が良かったかとも、ね、ちょっといろいろ曲を振り返る瞬間でしたか。はい、続いては6回戦です。